アメリカのホワイトハウスは27日、イスラエル首相府がパレスチナ自治区ガザ最南部ラファへの侵攻計画に関するアメリカとの協議に関し日程の再調整に同意したことを明らかにしました。 イスラエルはガザをめぐる国連安保理決議でのアメリカの対応への不満から政府代表団の派遣を取りやめていましたがジャンピエル大統領報道官はラファ進攻計画に関する協議について都合の良い日程を調整していると明らかにしましたまた、戦闘休止や人質解放も実現できることに希望を持っていると述べましたこうした中、アメリカの調査会社は ガザでのイスラエルによる軍事行動についてアメリカ国民の55%が支持していないとする世論調査の結果を公表しました。